犬の実会、犬からのメッセージとは。皆様こんにちは。今回は犬の実会についてお伝えします。ご存知の方も多いかと思いますが、犬の実会は作者不詳のまま世界で伝わっている英文の詩で、日本では犬の実会として知られています。犬の視点で語られている人間との望ましい関係について、大切な10個の言葉です。これから犬を飼おうと思っている方はもちろんですが、現在飼っている方や飼っていない人も一度見てみると犬の気持ちを再確認できるのではないでしょうか。犬の実会。1. 私の一生はだいたい10年から15年です。あなたと離れるのが一番辛いことです。どうか私と暮らす前にそのことを覚えておいてほしいのです。 2. あなたが私に何を求めているのか、私がそれを理解するまで待ってほしいのです。 3. 私を信頼してほしい。それが私にとってあなたと共に生活できる幸せなのですから。 4. 私を長い間叱ったり罰として閉じ込めたりしないでください。あなたには他にやることがあって、楽しみがあって、友達もいるかもしれない。でも私にはあなたしかいないのです。5. 時々話しかけてほしい。言葉はわからなくても、あなたの声は十分私に届いています。 6. あなたがどのように私を扱ったか、私はそれを決して忘れません。 7. 私を殴ったりいじめたりする前に覚えておいてほしいのです。私は鋭い歯であなたを傷つけることができるにもかかわらず、あなたを傷つけないと決めているのです。8. 私が言うことを聞かないだとか、頑固だとか、怠けているからといって叱る前に、私が何かで苦しんでいないか気づいてください。もしかしたら食事に問題があるかもしれないし、長い間日に照らされているかもしれない。それとも、もう体が老いて弱ってきているのかもしれません。9. 私が年をとっても私の世話はしてください。あなたもまた同じように年をとるのですから。 10. 最後のその時まで一緒にそばにいてほしいのです。このようなことは言わないでください。もう見てはいられない、いたたまれないなどと。あなたがそばにいてくれるから、最後の日も安らかに行けるのですから。忘れないでください。私は生涯あなたを一番愛しているのです。いかがでしたか。この犬の実会を読むと、犬からの心のメッセージが伝わります。犬を飼うということは命を預かるということです。子犬のうちは可愛いけど、大きくなったら可愛がらないとか、病気になったから見放すとかはあってはならないことと思います。命を預かったからには責任があります。家族の一員として最後まで責任を持って大切にしてあげてほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。